どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、ブリリアから新作のパンツが入荷したのでご紹介したいと思います。オクテットチャンネル。はい、ということでね、今日は新作を紹介していこうかなと思ってます。今回の秋冬で、第1号ですかね。ブランドはブリリアっていうブランドになります。で、まあブリリア、最近、まあ、レオンさんだったりとか、雑誌もそうですし、まあ他のね、SNS だったりとかで、じわじわと来てるブランドじゃないかなと思います。イタリアの専業の、パンツのブランドになります。で、これは、地方はね、ナポリの方で作ってまして、まあナポリといえば、イタリアの中でも、こう、ファクトリーだったりとか、まあ職人さんの手の味みたいなのがね、こもったようなアイテム、そういったね、まあテイラードなものっていうのを得意としてる、まあ地方になります。でそんなとこから出たこのブリリアっていうパンツは綺麗なんですけど、ところどころにそういうクラシックなテイストのサルトリア的な仕立てっていうのが、まあ、こもった、詰まったようなパンツが非常に多いですね。で、今回はそのブリリアからコットンパンツがね、入荷したので、まあ、紹介していこうかなという思っております。で、今回のね、このコットンパンツは本当に綺麗め好きな方だったりとか、まあ、綺麗なアイテムでね、まあ、全身のね、コーディネートする方には、もう基本の木となるような、本当にベーシックなんですけど、基軸となるような、そういう一本なんじゃないかなと思うので、まあ、すごくかっこいいです。いいです。ということで、早速ね、紹介していこうかなと思います。まずですね、カラーなんですけど、この白。そして、こちらですね。ブラックっぽいんですけど、ネイビーです。ネイビーです。そして、ブラウンっていう3色ですね。入荷してます。で、白はなかなか分かりづらいかもしれないんですが、ネイビーとブラウンをね、見ていただくとお分かりかなと思うんですけど、ちょっとこう、色あせてます。はい。もうイタリアお得意のと言いますかね。僕らの大好きな後染め、ガーメント台ございますね。なのでね、非常にここでもう味があるような雰囲気っていうのが仕上がっていて、すごくね、表情があっていいかなと思います。細かいディティールなんですけど、まずですね、こんな感じで、はい。まあお話してますけども、コットンチノのスラックス型になります。なのでかなりね、綺麗め寄りだとは、思いますね。で、ブリリアはやっぱりこう、テイラードなものだったりとか、あとはね、すごく仕立てがクラシカルにはなっています。例えば、こちらですね。裾はフィニッシュされていることが非常に多いです。今回もそうですね。これはね、ダブルで、幅が3センチになってます。で、フィニッシュされてます。で、ブリリアのパンツは、イメージとしては、細すぎず、太すぎずっていうものが非常に多いです。まあ、流れによっては、ちょっと今っぽいクラシカで緩いものだったりとか、そういうのもあるんですけど、今回はかなりベーシックなものなんじゃないかと思ってます。で、裾幅なんですけど、だいたいこれでですね、まあ、17センチぐらいでフィニッシュしているので、かなりまあ細いんではないかなと思いますね。人によってはもう少し詰める方いらっしゃるかもしれないですね。で、まあ、裾はダブルでフィニッシュされてます。ただですね、この裾、股下のね、長さが一応これ81センチあるんですよね。で、まあ、こう、数値的になんとなくね、測ってる方だったらわかるかもしれないですけど、81って結構長いんですよね。まあ、ちなみにですけど、僕でこのくらいになっちゃいます。これ今ノンフィニッシュで履いてるんですけど、まあ、一昔前だったらなくはないサイズ感かもしれないんですけど、今っぽくはないですよね。なんでまあ、長さ的には若干今クッションが乗ってる状態なので、気持ち、ですかね。僕の前ほど多分このダブルの分ちょうど3センチぐらいだと思うんですけど、このくらいですかにしてあげた方が、まあ、すっきりしますし、パンツラインも綺麗で使いやすいサイズ感になるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、カットは前提にはなってしまいますね。で、細かいディティールなんですけど、まず一つ、まあ、生地はね、先ほども話した通り製品染めにしているので、こういうステッチの部分だったりとか、縫い目の部分が若干焦ってるような感じ。すごいね、表情があって、まあ綺麗でかっこいいかなと思います。で、まあブリリアのパンツって結構クラシカルな要素が強いんですけど、まあどこで一番出るかっていうと、この腰回りの部分がね、かなり出ます。で、今回もそうで、まず一つ目は、ワンタックになってます。ただね、ブリリアのタックっていうのは物にもよるんですけど、これもほぼほぼディティールだけだと思ってもらって大丈夫です。そんなにこう、わってね、広がる感じなので、まあ、タックが苦手な方でも、そこまで気にする必要はないんじゃないかと思います。で、一番はね、このベルトループのところが毎度ね、すごくクラシックで、まあ、本当に
ファクトリーっぽいような仕立てっていうのが施されています。一つはこれ特徴かなと思うんですけど、ブリリはだいたいこのベルトピンループって言われるものがついてます。こんな感じですね。これがあります。ここにベルト通してバックルを通してあげて、でベルトをすると、そうするとベルトが上下にずれないのですごくねいいと思いますし、これはね、まあ、本当にクラシックな要素の一つじゃないかなと思います。で、一応、ここはまあジップになってますね。フロントはジップになってるので、そこはすごいちょっと現代的なようになるかなと思うんですけど、あとは、このボタンですよね。まあ、スラックスのね、ほんと締め方で一緒なんですけど、ブリリアの場合は、だいたいこう締めた時に、こんな感じ、隠れるようになってます。これね、最初はちょっとだけ締めづらいかもしれないんですけど、慣れてしまえばね、全然減っちゃうんですので、ここもかなりね、クラシックな要素ですし、細かいこだわりが詰まっている部分かなと思います。で、このパンツはコットンパンツなんですけど、先ほどもね、お話しした通り、ディティールっていうのは全てスラックスだと思ってください。なので、ポケットは、ちょっとこんな感じでスラントになっています。そして、バックポケット。こちらですね。タイピングが施されていて、で、こんな感じで開かないです。まあ、しつけが施されています。このあたりもね、本当にテーラードっぽいようなね、クラシカルな姿ですよね。で、一応、ちっちゃなポケットを大きく開けて、反対側にも、こんな感じで施されています。はい。まあ、という感じでね、ディティールはスラックスですけど、生地はコットンパン、土のパンみたいなやつですね。なんで、綺麗めが好きなんですけど、まあ、スラックスは例えばプリーツがどうだとか、フリースがどうだとか、そういうこともあると思うんですけど、そのあたりはそこまで気にせずとも大丈夫です。多少仕上がってもかっこよく履けますし、その点ではスラックスより扱いがしやすくって、綺麗に履けるパンツっていうのはね、すごくいいんじゃないかなと思います。そしてね、フィッティングでございますね。はい、こんな感じです。どうですかね、パンツラインはすごい綺麗だと思います。まあ、先ほどもお話ししたんですけど、裾はちょっと長いですね。まあ、僕の場合は3センチぐらい。これは人によりますけど、切った方がいいと思う。ただね、裾カバーは本当に細いですし、とは言いつつも、細すぎるわけではないので、すごくね、ちょうどいいテーパード具合で、綺麗めな感じで履けて、で、なおかつね、美脚のラインっていうのはね、出てるんじゃないかなと思います。横の感じとかもすごい綺麗ですよね。ヒップもすごいちょうどいいです。ちなみにですけど、僕はサイズは46を着用してます。すべて、ピタシって感じです。裾以外はピタシですね。はい。で、この生地感なんですけど、ちょっとだけ、コットンに加えて、コットン98、そしてポリウレタン。ポリウレタンが 2% 入ってます。なのでね、伸びます。はい。まあ、すごいね、ギュンって伸びるわけではないんですけど、程よい B ストレッチが入っているので、そのあたりがね、快適に履いていただけるんじゃないかと思います。で、あとね、股上なんですけど、まあ、46を履いてるのもあるかもしれないですけど、一応、ちょっとま、浅めなんじゃないかなと思います。ただ、その浅さをそこまで感じないっていうのが正直なところですね。これ多分生地が伸びるからだと思うんですけど、そんなに股上の浅さっていうのは感じずに、程よく伸びてきます。で、これ多分履いていくうちにだんだん足の形もうちょっと馴染んできて、さらに楽になってくると思います。なので、そこはそんなに気にする必要ないかなと思います。股上は若干浅いんですけど、ヒップラインがすごい深く、なっていて包み込むような感じなので、そこのストレスは全然感じないですね。はい、ということでね、今日はブリリアの新作をねご紹介したんですけど、このねスラックス型のコットンパンツっていうのは、切れ目好きの方だったりとか、まあそうじゃなくても切れ目ちょっと挑戦したいななんて思ってる方にすごいねおすすめなパンツであります。まあ本当にスラックスの形をしてるんですけど、コットンパンツって時点でまず扱いがすごく楽になるっていうところで、かなりねハードルは下がると思います。で、合わせもね、そんなに選ばないです。まあ、普通のチノパンでもいいと思うんですけど、スラックス型なので、僕みたいに今日みたいなタイドアップ。すごいね、馴染んでますよね。こういう感じも全然かっこいい。で、あとは、もっとカジュアルにニットだったりとか、ブルゾンだったりとか、まあ、カットソーでも全然かっこいいです。そんな感じで合わせてあげても、ハマります。まあ、あくまで切れ目っていうのは多少前提にはあるんですけども、意外とアイテム選ばずにタイドアップから崩したスタイリングまで、すべてね、ハマるのはこうやってコットンパンツだと思うので、まあ、今回もね、白。ブラウン、ネイビーっていう本当に大人のベーシックな色合いをね、まあ、今回セレクトしてますので、ぜひですね、気になった方は概要欄にね、貼っておくので、まあ、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとね、ごめんなさい、言い忘れたんですけど、ブリリアの、まあ、一つ魅力としてですね、コスパがすごくいいんですよね。まあ、これだけの仕立てだったりとか、このライン、で、このクオリティのパンツで、ブリリアって、これで一応ですね、税込みで 25,300 円なんです。はい。僕らが毎回紹介してるファクトリーとか、そういったブランドだと、やっぱり、3万円とかは超えてきちゃうようなものが非常に多いと思うんですけど、その点ブリリアってすごい価格良心的と言いますか、コスパ抑えられてて、まあ企業努力が見える。
とかね、そんな感じで、まあ本当にすごいなと思います。まあね、そういったね、価格の面からも、ブリリアデパンツはイタリア系の、まあ本当にクラシックなパンツ1本目とかにはすごくいいと思うので、やっぱりね、これも一番はまず履いてみることだと思います。そうすると履きやすさだったりとか、シルエットだったりとか、生地感だったりとか、そういうのがね、よりリアルにわかると思いますので、気になった方はね、お近くのお店だったりとか、まあ一度ね、まあ買ってみてもいいですし、一度履いてみるのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思います。ということで、この動画は毎日8時に更新してますので、もしよかったらですね、チャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。あとですね、こんな感じで SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、ムンでした。バイバイ。